おラケツアルコメンスター、Hola, 皆さん、こんにちは、エミコです。今日は、昨日、先週、3日前など、天過去とセットで使われる過去の時間の表現をご紹介したいと思います。まず皆さん、昨日はスペイン語で何というかご存知でしょうかそうです。アジエル。アジエル。アジエルへのマニアナ。アジエルへのタールで。昨日の夜は、アのち、と言います。おとといは、アンテアジエル。 おとといの夜はアンティアノーチ過去のという意味の形容詞のスペイン語はパサードもしくはパサーダと言いますパサードやパサーダをつけることによって先月先週という言い方ができます例えばラセマーナパサーダエルフィンデセマーナパサードエルメスパサードエルアニオパサードエルマルテスパサードなんかも言います 他には、エセという言葉をつけることによって、その日、その年という言い方もできます。エセディア、エセアニョ、エセフィンデセマナ、s a esa h o r ラ次に、〜何々前という表現。汗。汗というのが〜何々前という意味なので、後ろにそのまま何日、何ヶ月という言葉をつけるだけで OK です。 Hace tres días, hace cuatro semanas, hace cinco meses, hace seis años. Lleva a Saigoni en en ese momento, en el verano, en la primavera, en las vacaciones del año pasado, en 1998. ¿Minasanikagadeis está acá? 覚えておくと便利だと思いますのでぜひ天下ことセットで使ってみてくださいね。